クルアーンモンは、イラン南部の都市シーラーズにある歴史的な門である。クルアーンモンは、シーラーズの町の北東の入り口に位置し、カールス州のマルブダシトやエスファハーン州のエスファハーンからシーラーズへと入る、最の玄関口となっている。クルアーンモンは、ブワイフ町のアミール、アズドウッタウラの地勢に、初めて建設された。残土町時代までに、 門の損傷が起きていたため修復作業が行われ、さらに門の上部に小さな部屋が追加で作られた。この部屋には、スルターン、イブラーヒーム・ミールザーによる手書きのクルアーンが保存されていた。二つのクルアーンは、ヒーフラとして知られている。門の元を通過する観光客は、シーラーズから他の地へと旅行を行う際に、聖典の加護を受けると信じられている。 ガージャール朝の地世時、門は度重なる地震の被害を受け、後に、モハンマドザキハンヌーリーにより修復作業が行われた。1937年、二つのクルアーンが門から取り除かれて、シーラーズのパールス博物館へと移動。これらのクルアーンは、現在も博物館に保存されている。1949年、エテマドアイコールテジャールとして知られる商人のホセイン。 リガールにより、門のアーチ部分の修復作業が行われた。今日、門は、周辺の公園とともに、休暇に、シーラーズの人々が集う、憩いの場となっている。ありがとうございます。